はい。つわけでどうもこんにちは。コートン JP でございます。つわけで、キッズブロック、第11回目でございます。イエーイ。まあ、キッズブロック11回目というか、ブロックシリーズ、じゃあ、クラフトシリーズの11回目ですね。はい。というわけで、早速今回は、こちら、キッズブロックですね。キッズブロック3種類並んでますけど、3種類作るわけではございません。今回に関しては、まあ、ちょっと動画中の中でちょっとマジでわかんなくなってきたけど、今回、キッズブロックの盆栽シリーズをやっていこうと思います。で前回に関しては、ダイソーさんの、スペースシーズル、ナノブロックじゃないキッズブロックじゃなくてプチブロックか、はい、プチブロック の, スペースシリーズでやったんですけど、で本当はスペースシリーズ あるんですよ。てか今でも取りやすそうと思ったら、ね、はい、あるんですけど、はい、ちょっとブームが過ぎちゃったって感じで、僕の中でブームが過ぎちゃったので、まあその組み立てがあったこちら盆栽シリーズやっていこうと思います。じゃなぜ盆栽なのかっていうのは正直僕が聞いたぐらいです。はい。こちら、まあ、キッズブロックってことで、セリアさんに買ってきたんですけど、まあ、売りは見たし、びっくりしましたよ。盆栽ですからね。キッズブロックですからね。子供が組み立てること前提としたブロック系、ブロック組み立て系で盆栽っていう。マジでわかんない。うん。なぜね、盆栽というものを、ラインナップ加えたのか。まあ、おじいちゃん、おばあちゃんの、今でもそうなのかわかんないですけど、趣味を楽しみましょうっていう意味なのかなと思います。まあ、次で盆栽に関しては富士、松、桜でございます。はい、他にも種類あったのかな、ちょっと忘れた。とりあえず目に入ったもの全部取ってきたんですけど、買ってきたんですけどね。はい、次で今回に関してはまたこの松からいきましょう。はい、で次回に関してが、富士、そしてその次が桜っていう何番で並べに行きたいんですけど、どうなるか分かんない。ぶっちゃけまた別シーズンのやつ持ち込むかもしれませんけど、まあ今年中には組み立てるよ。はい、作ることもね。はい、次で早速こちら、盆栽松外観見ていきましょう。はい、こんな感じでございます。お正面こんな感じ、裏は、英語バージョンですね。なぜここがなんか日本語なのか分かんないですけど、はい、下には難しさ、難易度は普通みたいですね。はい、上はこんな感じですね。キッズブロック盆栽和の心松、そしてブロックサイズとか使用上の注意とか、はい、で下はこんな感じでございます。でこれね、セリアさんだと思ったんですけど、株主はポニーってとこみたいですね。はい、まあ、それでは早速開封していきましょう。なぜかキッズね、最近プチブロックにハマったんですけど、まあまたキッズブロック戻ってきちゃったね。結局まあキッズブロックなんですよ。早速それはまず説明書はこんな感じですね。はい、説明書こんな感じ。なんか微妙にちっちゃくなってない、気のせいだったわ。気のせいだった。気のせいでした。すいません。気のせいでした。気のせいでございました。はい。はい。というわけで、まあ、まず説明はこんな感じですね。といっても、まあ、概要欄に PDF 載っけて、スタジオのリンク入ってるので、まあ、気になる方はそちら見てください。はい。それでは、早速これを取り出しましょう。なんか、すっかすかだね。すっかすか。はい。まあ、難易度普通ってこともあったが、すっかすかです。中身スカスカでございます。早速パーツでいきましょう。ザソーン、よいしょ。まあだいぶ渋いね、色が渋い。あ、まだちゃんとついてますね。まだ未だについてます。はい、ブロック取りとありましたね。はい、こんな感じでブロック取りでございます。まあそのいつものに使い方的には、よいしょ、こんな感じか。はい、こういう感じでブロックひっついた時に簡単にパチョンって感じで外すもんですね。まあこれぐらいだったら別にいいですけど、例えばそのこういう感じで紙組み合わせた場合とかに関してはとりあえず抜くのクソ大変なんですけど、これ使うと結構楽だったりする。ちなみに結構これ共通規格は分かんないですけど、結構いろんな僕がやってきたナノブロック、キッズブロック、ナノブロック、キッズブロック、そしてプチブロックとか、なんかその本形ブロックに関しても採用しているので、結構これ1個持っておくと結構便利かもしれません。まあキッズブロックって作ると毎回ついてくるんですけどね。はい。まあ、というわけで今回に関しても、倍速中に何か商品紹介します。はい、てかまあそれがサムになっちゃってます。サムネになんかメインでドッカーってなってますけど、まあいいでしょう。はい、早速さあ組み立てていきましょう。レディーワイト。はい、というわけでまあ前回の動画と同じような感じで、倍速の後に、倍速中に商品紹介動画でございます。イエーイって、商品用意するの忘れてた。はい。つやけで商品用意してきました。まあ、そのシーンカットしようかなと思ったんですけど、今一周カットしようかなと思ったんですけど、やっぱカットせずにそのままにしとく。あえてね。はい。まあ、つやけで倍速中の商品紹介とか、
って言ってもまあ一旦そのこれその本編前いやもうあんまり話しすぎるとねどんどん、ね、動画長くなっちゃうんであんまりちょっと長くはしないですけど、まあ、ちょっとだけ前を切った形でこのブロックシリーズについてまあ今現在クラフトシリーズっていう名称になってますけど、まあその毎日投稿っていうのをもともと掲げてたんですよね僕が。現在撮影時刻は8月6日ですね今日。はい、8月6日でございますけど、まあその確か3月とかなんかそんなもんじゃなかったっけな、前やったの。いやもっと前かかわかんないですけど、まあそのクラフトシリーズ毎日投稿しますって形で上げてるんですよね。でそのシリーズからクラフトシリーズっていう名称に変更したんですよ。まあその前の動画も全部クラフトシリーズにしてますけど、まあそのクラフトシリーズって形でやっていくんですけど、そのクラフトシリーズに関してはまあその基本的な流れに変わらないです。組み立てて倍速流してそして後の紹介まあそのの余りパーツの紹介とか完成した商品の紹介とかその辺の流れに関しては変わらないんですけど、でその倍速の中の時間帯をまあ毎回っていうわけではないですけど、その倍速時間のとこに商品紹介を織り交ぜたいなっていうのは思ってます。それをまあ前回の動画でやったんですけどね、まあ、執事さんの時計の紹介だけですけど、まあその時計やったんですけど、今回に関してまあっていう理由かはもう正味言いましょう、ブロックシリーズ単体では全然伸びないんですよね。うん、マジで伸びない。はい、一応ダイソーさんでタグをつけてるんですけど、つけてるんです、タグってかハッシュタグか、はい、まあタグでいいですけど、まあそのタグをつけてるんですけど、それでもまあ伸びないっちゃ伸びないので、だったらあくまでそれを本編だけどおまけ扱いにして、その倍速値の動画に関してを本編扱いとしてやっていこうと思って、まあ今回商品でその商品に関してはあんまりそのメインではあんまり上げ、まあその僕の感じ的に動画作るの難しいよなっていうものを中心にやっていこうと思います。まあ、今回商品に関してもぶっちゃけショートとか YouTube ショートとか Twitter のおまけ動画3分ぐらいの動画ですねぐらいで片付くような内容なので、まあその前置き終わり、早速早速見ていきましょう。今回の商品はこちらでございます。はいはい、これ実は1ヶ月ほど前、約ですね、約とかまあほぼほぼ1ヶ月ほど前かなぐらいに見かけて気になっててスルーしたものなんですよね。はい、まあそのゴミ箱としてまあゴミ箱なんですよこれ、ゴミ箱、はい、ゴミ箱ですけど、まあそのゴミ箱としては高いってなわけで避けてたんですよね。だけどまあやっぱり気になりすぎて、うん、あと利便性に関してはちょっとまだ分かんないです。多分使いやすいだろうと思ってますけど、ぶっちゃけそれに関して使ってみないと分かんないですけどね。あとちなみに言うとブロックシリーズまだ組み立ててません。この後組み立てます。はい、この動画撮影しちゃった後に先これだけ開封したかったので、はい、というわけでこちらリフィラックスさん、リフィラックスでいいのかな、相方呼び方僕分かんないですけど、自動で開閉できるセンサー式くず入れでございます。まあまあなんか話したりゴミ箱です。はい、まあ少し変わったゴミ箱ってことで、ちょっとなんか未来感あふれるっていうか、なんかいいなと思って、っていうかそのおいいいなと思った理由に関しては、そのこれコーナーさんに買ったんですよ。てかリフィラックス自体がリフィレックス自体がコーナーさんのブランドなんですよね。まあなぜこいつを買ったのか、まあ一つ気になってたからで、二つまあ新たにゴミ箱を欲しかったから、まあその正直言ったらその2点です。さすがそれ外観はこんな、箱はこんな感じですね。はい、でこの箱に関してはさすがに捨てます、取っとく意味はないんでね。はい、早速開けていきましょう。まあ自動で開閉するって結構ね、中華製メーカーに関してもやっぱ Amazon でも結構取り扱ってるんですよね。はい、まあそれ買ってもよかったんですけど、まあ僕はもう素直にコーナーさんに行く、コーナーさんを信頼してるから。はい、まずは説明書、今あ発泡スチロールかこれはい、こんな感じ、説明書こんな感じですね。なんか中華品っていう感じの説明書じゃない、中華品って感じの説明書じゃない、うん、まあなんかその安い日本製メーカーって感じかな。はい、次本体を取り出しましょう。おりゃえはい、これが本、まあ実質的な本体ですね。はい、まあこれ置いといて、箱本体はこんな感じですね。よいしょ、なんかまた出てきたよし、それでは本体いきましょう。本体ドーン、はい、付属品以上。はい、というわけでこれがくず入れの本体ですね。はい、どうはいと、こんな感じ、結構中は結構広めだと思います。はい、結構広めだと思います。まあ何と比べたらいいかな、まあそのキッズブロックの箱と比べるとこんな感じの大きさですね。中身はこんな感じ、手足にとこんな感じですね。はい、これで分かる方はいると思う、いないと思うんですね。まあこれ置いておきまして、でこの青いやつはなんだちょっと説明書見ますね。なるほどね、はい、 OKOK、
まあ、単純にこれ袋を中かぶせ、その上にかぶせて、さらに本体である蓋を取り付けるって方式みたいです。まあかぶせですね、ただの。はいはい、だけで、まあ早速本体見ていきましょう。これが本体ですからね、実質的な本体ですからね。はい、おりや、こんな感じでビニールがすっごく汚いビニールがすごく、なんかこれは剥がしちゃおう、剥がしちゃいます。いきますよ、ペロリンチョ。おお、静電気がえぐ静電気はえぐいます、えぐいですけど、こんな感じ、めっちゃテッカテカ。おお、開くな。はい、こんな感じですね。で、あの、今聞こえるか分かんない、ここの方がいいか、声か分かんないですけど、多分おそらくここに、あれですね、コイルじゃなくて、なんだっけ、あれコイルじゃないな、コイルがコイルはぐるぐる巻きのやつだね。そう、モーターですね。はい、おそらくね、ちっちゃいモーターが入ってるから、これでグニグニになるんじゃないかなと思います。まあタイヤ回転する方式と同じような感じですね。はい、裏はこんな感じで、ここに電池ボックスがございます。もうピーってなんだろう、このピーってなんだろうまあピーは置いておきまして、おっディア、はい、電池、炭酸電池ですね、炭酸電池2本を使用するみたいです。さてと、これで動くかな、よいしょ、あ、動くね。はい、さっきね、まあ早速この中にゴミ袋設定してみましょうか。まあこれでいいや。はい、ウルトラゴミ袋を中にセットします。一応まあ映像に見せますね。よいしょ、いや、あ、そうや、そうか、すいません、すいません、そうだね、そういえばゴミ袋のサイズね、言ってなかったね、さっきね、大きさに関しては見たけど、一応ゴミ袋のサイズに関しては8リットルでございます。はい、8リッターサイズでございます。で、まあこういう感じでゴミ袋セットしてもらって、あとは上にこれをかぶせるだけですね。スポット、これ順番け、あとは、こいつをかぶせて、よし、これで準備完了でございます。早速こいつの使い方の説明ですけど、まあまず最初に関しては、その電池リターバッグでは電源入ってません。で、その電源スイッチっていうのが、ちょうどこいつの写真で説明したので、はい、画像載せときますけど、ポンって画像載せときますけど、その、僕から、画像から見ると、ちょうど、右の方、左の方ですね、はい、左の方になんかまっすぐの線が書いてある、ね、丸いボタンがあると思うんですけど、これがタッチセンサーになっております。はい、まあ、タッチで別に物理ボタンじゃない方式ですね。これを長押しすると LED がビカビカビカって光って、これで準備 OK でございます。あとはいきますよ、3、2、1、こんな感じですね。で、数秒経つとパタンという感じでございます。まあこれ手をかざせば開いて、で別に手をかざしたところで閉じるってわけではないです。まあ自動で閉じてもらうのを待つしかないって感じですね。で、さらにセンサーが反応しない場合ね、今回普通にこうやってパッて反応してますけど、はい、例えばセンサーが反応しない場合に関しては、ここにある、ちょうど、画像で言うと右の方ですね、上下の矢印の書いてある丸い、ね、ボタンがあると思うんですけど、これを押すと縦に開いたり閉じたりすることができます。これがいわば手動の設定ですね、センサーを使わない方式ですね。で、センサーでかざした時には、やっぱ閉じれないですね。うん、ですので、もしセンサーに関しては、センサー使ったらもうセンサーが持って、数秒経って、ね、閉じるのを待つしかないって感じでございます。こんな感じ。あとはちゃんとここに今さっきも一点見えてなかったか分かんないですけど、よいしょ、こんな感じでランプが一応ピカッと光ってますので、一応こういう感じで確認することができます。で、逆にこういう電池切れた時、例えば電池がないって言った時に関してはどうなるかというと、まあこういう感じで開くしかないって感じですね。はい、もう手動でこういう感じになるときですので、もしこれ電池ない場合に関しては、電池が運用できない関心はマジで買う意味はない。てか、まあ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 、これ買う人に電池ないって人は多分ほとんどいないと思うんですけど、まあその電池が切れたときに関してはもうこういう感じパカッと開くしかないので、まあ当然ですけど、こんなんパタ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 やってたら絶対のモーターどんどん崩っちゃうので、分解に関しては一応まあ障子のプラスネジ使われてますので分解できますけど、まあ当然対象外なんでやめときましょう。ちなみに保証に関しては、一応1年間ついてますね、よかったよかった、1年間ついてます。で、こいつの機能ですけど、まあ先ほどセンサーかざして開く機能、そして手動でボタンポチポチ押して閉じたり開く機能で、さらにこいつに関しては一応防水に対応しています。はい、一応防水ですけど、規格が、IPX5 ってことで、まあまあ先 IPX7 とかなんか8とかなんか言われてますので、それよりかは低いです。ですので、あまり水バーガーに関してあんまりおすすめできないけど、一応防水はあります。ですけど、まあねって感じの状態でございます。
はい、頑張って短める。それでは完成後の映像までドーレッツゴー。ならないよね。はいはい、つわけで完成しましたけど、これ過去一にバランス悪いあのとりあえずあのこれ以上触りたくないまず一つとしてこれ構造がまあ立体よく見せるっていう方式的にはすっごくいいんですけど、とりあえずパーツが落ちる落ちる落ちる。まあそのどういうことかというと、何もかもがちょっとピントが合わないけど、はい、こんな感じで何もかもが一個のパーツで支えてるんですよ。だからだいぶビビッとだな。かはい、次でまあちょっと若干そのちなみにこれより少し暗め、今こういう形で結構抹茶色っぽく映ってると思うんですけど、まあその全然本来の色は緑です。はい、濃い緑、紺って感じ、結構暗い槍の緑って感じですね。こっちの方がまだ結構色が近い、ピント合わせない、ちょっとぼかした方が、まあ、それとしてもう何もかもが一個のね支えるこことかね、こことかはい、一個のところで支えられちゃってるんですよ。はい、とりあえずすっごく組み立てが難しかったです。てか組み立て自体はそのちょっとあれってなんかちょっと分かりにくいなと思ったとこはあったけど、組み立て自体に関しては言うほど難しくなかった。はい、ちょっと組み立て難易度的にはね、そう言うほど別に悪くはないんですけど、難易度っていうよりかはもうパーツが落ちるか落ちないかのね、パーツを落ちないようにうまく固定するっていうのが正直こいつに一番言えることかなと思います。こういう感じでちゃんと固定されてね、ここら辺とかねちゃんと固定されてないと思うんですけど、まあこれに関して理由がありまして、これぞ押し込むと絶対どっかのパーツがポロリンって落ちるんですよね。多分この辺とかに関してはもうほぼ勘でつけちゃってますからね、僕に関しては。一応説明してみながらやったけど、もう途中から落ちまくりすぎてめんどくなって適当な場所につけてるから、ちょっとその辺に関してはちょっと見ようかなと。あとこの辺とか斜めっちゃってると思うんですけど、まあやればやるほど落ちる。はい、この辺とかもうとりあえずぐっちゃぐちゃですけど、もうこうやって頑張って固定しようにもうむついんですよね、とりあえず言うと。はい、ですけどまあ完成図に関しては結構盆栽って感じは、まあ一応これの通りかなって感じです。でこれ結構下から撮影してるんだね。こういう感じで撮影してる、この辺かな、ね、撮影感じはこの辺が近いかなと思います。あと右がスカスカだねシータは右がスカスカだねまあそれで全然いいでしょう。そのせいで時間がね多分ですけど、これ多分本来で言えば多分20分ぐらいあれば出来上がるんじゃないかなっていうほどの結構低めの難易度だと思いますけど、まあおそらく僕はそれ以上かかってると思います。はい、パーツ落ちるという加減でね。で今回に関しては珍しいパーツっていうのは余ってないんですけど、はい、とりあえず色の濃いブルダーク系の色が結構集まってます。うん、こういう感じで焦げ茶のパーツとかね、はい、こんな感じで結構ダークオーク系っていうのかな、はい、なんかようやく多分こっちの方が結構明るく映った、ね、ビビット系で映っちゃってますけど、ちょっと実際色はもう少し暗い色でございます。まあ普段照明使わない前提撮影してるからねまあしゃあないかうん、この辺とこういう感じでね、藍色っぽい色って感じですね。はい、まあこんな感じで結構渋い色が集まったって感じでございました。でもこいつ作って分かったけど、絶対桜に関してはおそらく多分簡単な方だと思う。これ多分横ね、多分ね下の方につける結構ね回転パーツがあると思うんですけど、まあこれに関してはおそらくそんなに難しくないと思う。ここに関して層が多いのは気になりますけどね。はい、でおそらくねこの盆栽の次にこの松の次に難しいのがおそらく菊藤だと思います。はい、この藤さん見てください、このしだれみたいな感じの感じ、絶対むずいでしょ。俺はもうこの辺とかもう斜めパーツ使いまくってるし、はい、今回強敵パーツマジこいつですからねこれがマジでつけるのが難しいはい、もうこれ普通にある意味難易度普通じゃないですよね。ちょっと難しい目ね感じがねかなって思います。まあってなわけで今回に関してはキッズブロック盆栽松の組み立てでございました。はい、また次回もご視聴いただければと思います。で、この次回の動画ですけど、おそらくは、シャープさんのオーブレンジ動画の、後編とかパート2か。はい、パート2動画になってると思われます。はい、おそらくね。はい、まあ、僕のやる気次第って感じでございますけど、その次回の動画お会いしましょう。それでは、さよなら。バイバーイ。イエス。今回なるのは嬉しくて嬉しいです。はい。